待っていたよ。君たちは特務局ネウロンの隊員として選ばれた。刑事局からの移動手続きは済んでいる。これはユニオンの命令だ。君たちに拒否権はない。ユニオンの命令？司令、一応俺はこの部隊の隊長だ。それに二人は俺の子供だ。一言相談してくれたっていいだろう。事態は切迫している。ネウロンの隊長であれば人類が置かれている状況くらい理解はできているだろう。気持ちは分からんでもないが、市場を挟む時ではない。くそ。さて、手短に説明しよう。君たちを含め人類はこの危機的状況をゲートが起因となって発生した大気汚染によるものと認識しているはず。だが真実は違う。無用の混乱を避けるためユニオンによって隠されてきたのだ。そう、ゲートの向こう、別次元から現れた見えざる侵略者の存在が。我々は奴ら侵略者をキメラと命名した。汚染調査の中、特定の条件下において観測できた次元の歪み、それがキメラだった。その後私を中心に研究者が集められ対応方法を探ったが、キメラの進行はあまりにも早く、止めることはできなかった。土地は変質し、襲われて異形化した人々が異世界へと消えていった。全大陸が壊滅状態。生き残ったのはこの人工島アークに逃れた一握りの者たちだけだ。しかし長らく安息の地と呼ばれていたこの地も今や例外ではなくなりつつある。このままでは全人類が異世界に飲み込まれ、やがて地球は滅亡してしまうだろう。そんな未来を受け入れるわけにはいかない。我々は持ち得る科学技術の全てをつぎ込み、ついにキメラへ反撃しうるシステムの開発に成功した。捕らえたキメラと使用者の精神をシンクロさせ、制御と視界の共有を可能とした最強の生体兵器、その名はレギオン。君たちも先ほど身をもって力の一端を感じただろう。キメラの姿をその目で見られるのもレギオンのおかげだ。だが誰でも使えるわけではない。レギオンとシンクロできるのは君たちのような極めて限られた適合者のみ。突然のことで困惑するのも無理はないが、君たちは最後の希望として選ばれたのだよ。その手で人類の未来を救ってくれたまえ。期待している。あとは彼に任せよう。久しぶりだな、マックス隊長から警察官になったとは聞いていたが、まさかお前たちが選ばれるとは。さすがは隊長に育てられただけはあるということか。まずは改めて入隊を歓迎する。心配する隊長の気持ちもわからなくはないが、新戦力を得られたという意味ではむしろ喜ばしいことだ。今は5人しかいないが、レギオンの量産準備が整い次第他の候補者たちにも順次支給される。だから気負う必要はない。司令の話重く受け止めなくてもいいぞ。とにかくまずはレギオンの扱いになれるところからだな。
下の階にトレーニングルームがあるから、そこで基礎から覚えてもらおうか。マックス隊長、通信に出ないな。仕方ない。二人で隊長を呼んできてくれ。多分屋上にでもいるだろう。俺は先にトレーニングルームで準備をしている。すまないが、よろしく頼む。そうだ、署内の各フロアマップがレガトゥスメニューで確認できるぞ。もし仁さん、久しぶりに会ったけど全然変わってなかったな。最後に会ったのは確か2年くらい前だっけ。親父が任務で大怪我して入院した時、世話してくれた上に俺たちにご飯まで作ってくれて。って思い起こせば、なんかあるたびにずっと仁さんが面倒見てくれていた気がするな。今度改めて何かお礼しとくべきだな。二人してどうしたの？先ほど仁先輩に、おやじゃない、お二人をトレーニングルームに連れてくるように言われました。ああ、さっきから無視し続けてる通信はそれか。でどうするの？おやじ、てめえにおやじなんて呼ばれる筋合いはねえ。アキラ、お前もだ。仕事場では隊長と呼ぶように。トレーニングならジンがいれば十分だろ。俺がお前らに教えることは何もない。素直じゃないわね、この人。あなたたち二人のことが心配で心配でしょうがないの。おい、余計なことばかり言うんじゃねえ。あの、なんだ。我々への指導こそ隊長が責任を持つ仕事なのではないでしょうか。面目丸つぶれね。とにかくお前たちの教育係は仁に一任する。俺はいろいろと忙しいんだ。だってさ、悪いけど彼にいろいろ教えてもらって。了解です。あ、ちょっと待って。そんなにかしこまらなくても大丈夫よ。私たちもう同じチームの一員なんだから。はい、ありがとうございます。アリシアさん、いい人そうだったな。なんだか親父、隊長とも仲良さそうだったし。しかしジンさんといい、アリシアさんといい、隊長ってガサツで頼りなさそうに見えて、案外人望あるよな。不思議だ。来たか。準備は。あれ、隊長とアリシアさんは。その、
隊長は全て先輩に任せると言っていました。あの人意外に繊細だからな。まあそれがいいところでもあるんだけど。分かった、基礎訓練は俺に任せろ。まずはネウロン隊員に必要な残りの装備を渡る。よし、問題なさそうだな。背中の装備はレガトゥス・クレイドル。現場以外の場所ではそいつにレガトゥスをしまっておくんだ。コンタクトタイプの装備はアイリス。現実空間にいろんな情報を表示してくれる。トレーニングは専用の端末で行う。アイリスで端末の位置を確認してみろ。確認できたようだな。じゃあ端末を起動し、表示されたメニューから受けてみたいプログラムを選択して、不要だと思うものは飛ばしてもいいから。情報開示。受けてみたいプログラムを選択。よし、始めよう。アイリス中央、中央のサークルまで移動してくれ。上出来だ。次はダッシュだ。制限時間以内に全て。上出来だ。この訓練はこれで終わりだ。よし、始めよう。レギオンを使わずに対象を攻撃しろ。よし、いいぞ。敵を背後から攻撃。試しに。相手に与えるダメージ量が増えただろう。それがクリティカルといえば、クリティカルを積極的に。この訓練はこれで終わりだ。よし、始めよう。ターゲットをロックオンしろ。複数のターゲットが右スティック。上出来だ。この訓練はこれ。よし、はい。対象の攻撃を回避しろ。上出来だ。次は攻撃に当たる。スローに見えてやってみるんだ。上出来だ。この訓練は。よし、始め。アイテムはショートカットメニューに登録されていて、試しに。上出来だ。それは隊員のレガトゥスをかざす補給物資として。よし、ではそれを使って対象を攻撃する。上出来だ。この訓練。よし、レギオンをターゲットに向かう。例えば、次はレギオンを。現場でも伝えたが、このゲージがそうなる。レギオンを。すると
リミット説明は以上。この訓練はよし、中央のサークルの上よし、レギオンを操作。上出来だ。この訓練はよし、中央のサークルの。どうした？なら、メニュー。よし、レギオンでターゲットを対象に向けて放つか、近くに移動させると自動的にこう。これでよし、アイリスを起動して対象を見てみろ。アイリス起動。対象が適正個体のだ。他にもよし。アイリス終了。解析したライフゲージ以上だ。この訓練はこれよし。アストラルチェーンを使ったアクションの、まず対象が受け止めにせ、上出来だ。この訓練はこれよし、はい、アストラルチェーンでレギオンを操作し、一定戦闘以外に。この訓練はこれで。よし、始めよう。ここでは好きな相手、やめたくなったらシステムメニューでプログラムを変更するか、トレーニングをやめる。応援。どうした？トレーニングをやめるの？お疲れさん。ネウロン隊員司令室に集合願い。繰り返す、所轄修理応援要請あり。司令室に集合願います。早速出番のようだな。先に行く。お前たちもすぐに来いよ。部署が変わってもまたあんたと一緒か。兄弟だし毎日嫌でも顔は合わせてるけど、まあ改めてよろしく。突然のことで驚いたけど、これは親父に認めてもらうチャンスでもある。俺たちが頑張ってそろそろ楽させてやらないとな。
遅いぞ、新人ちゃん。では改めてブリーフィングを始めます。第三六地区セントラルシティの所轄署より捜査協力要請がありました。今から1時間ほど前、グランアベニューで大量のゲートが出現する事件が発生。その影響で大勢の市民が汚染され、レッドシフトが進行、変異体化しましたが鎮圧は完了しています。しかし依然としてゲートの大量発生は続いており、所轄署だけでは手に負えなくなった模様です。状況からこれだけの事態を起こしている原因はキメラであるとみて間違いないと判断します。キメラに立ち向かえるのはネウロン部隊だけ、いえあなた方5名だけです。その力を存分に発揮してキメラの正体を見極め排除をしていただきます。作戦および行動プランに関してはマックス隊長に一任されます。おう。レギオンを連れているとはいえ、相手は正体不明のキメラです。現場では各自油断のないよう十分に注意してください。あと深追いは禁物です。ゲートの先へ追跡することは許可できません。説明は以上です。特務局ネウロン、出動せよ。了解。全員揃ったな。確認しておくぞ。現状では敵がキメラだってことしかわからねえ。相手の正体を知らずに動くのは危険だ。まずは所轄の連中と合流し、できる限りの情報収集を行う。キメラと遭遇した場合、俺とアリシア、ジンで対処を行う。了解。了解。おい、お前ら、返事はどうした？さっきジン先輩に訓練してもらったし、俺たちにも。ダメだ。お前たちは情報収集に徹底すること。これは隊長としての命令だ。そんな。まあまあ、ちょっと心配しすぎな感じもするけど、相手が分からない以上妥当な判断なんじゃないかしら。了解しました。よし、さて、野郎ども、出動だ。
査開始だ。いいか、まだ犯人の正体はわからない。本当にキメラの仕業なのか、キメラだとしたらどんなやつなのか、何でもいい、手がかりを見つけるんだ。まずはアイリスを起動しろ。周辺の監視カメラ映像から構築した再現ホログラムでここで起こったことを確認しておくんだ。アイリス、情報開示。逃げた人たちの汚染状態は確認できたのかしら。どこかでレッドシフトしてなきゃいいけど。情報開示。この人たち無事に逃げられたのかしら。停車中の車が下敷きになったようだが、当時無人だった。これだけの崩落で巻き込まれた人がいなかったなんて。情報開示、情報。そいつはレッドマター。キメラによる汚染で発生する。お前がレギオンとつながったことで見えるようになったんだ。レギオンを使って除去することができる。一度やってみるといい。地面のそれは手形に見えないか。随分大きいな。レッドマターに不自然なサイズの手形。もしかするとそのキメラは巨大な手を持ったやつなのかもな。情報開示。情報開示。情報。アイリス終了。アイリス起動。ったく仕方ねえな。こんな時にもレギオンが役に立つ。何を。情報開示。後から来たくせに。何なんだあいつら。ここは俺たちの現場だっての。声がでかいぞ。あれじゃないか、警察庁の地下にできたって噂のネブロンとか言ったか。なんだそれ、聞いたことないぞ。わけのわからない奴らに協力する義理はないぜ。ああそうだな。それに俺たちが持っている情報といってもな、巨大な手の影が人をゲートに引き込んだなんて誰も信じてくれないだろうからな。俺だって信じちゃいないよ。でもな、目撃情報が多すぎる。一体何だってんだよ。そろそろ情報が集まったんじゃないか。俺のところまで来てくれ。これ以上被害を出さないと。アイリス終了。よし、戻ったな。情報はしっかり集めてきたようだな。だがいいか、今から隊長としてお前を試させてもらうぞ。まず派手にやらかしたキメラだが、一体どんなやつなのか、お前の所見を聞かせてくれ。
そう、不自然に大きな手形が残っていたな。巨大な手、それがここに現れたキメラの特徴のようだ。キメラのやつは暴れるためだけにここに現れたんだろうか。お前はどう思う？そんな情報があったら、人が勝手にゲートに引き込まれることはない。それもキメラの仕業と見るのが自然だな。こんなところか。アイリス起動。ここにキメラが現れたことは間違いない。キメラは巨大な手を持ち、足をぶっ壊したり市民をさらい、どこかに逃げた。だが奴らが残した痕跡がどこかにあるはずだ。レギオンを使って炙り出すぞ。新人、これはお前の仕事だ。状況証拠の中に大きな手形があったな。手形にレギオンを近づけてみろ。何か反応があるはずだ。そのまま痕跡を追うんだ。同じ波長の痕跡が二手に分かれてるなんて、キメラが分裂でもしたのかしら。真相を確かめるためにも我々も二手に分かれましょう。俺とアリシアさんでこっちを、お前とアキラは駐車場の方を頼む。ひどいな。なあ、キメラを見つけたら俺たちで何とかしてやろうぜ。しゃがめば通り抜けられそうだ。
ったな。だけど犠牲を出してしまった。親父たちなら。こちらジン、聞こえるか。今警官たちが話すのを聞いたんだが、お前たちがいる場所の先で新たなゲートが出現したらしい。隊長にも連絡済みよ。私たちもすぐにそちらに向かうから、くれぐれも無茶だけはしない。了解。さっきのキメラがターゲットじゃなかったんだな。これ以上被害を出すわけにはいかない。待て、ゲートを残しておくわけにはいかない。やってみよう。これでひとまず安心だな。じゃあ痕跡の追跡を再開しよう。させんなよな。さあ追跡に戻ろう。痕跡が壁の中に。この先は勘で進むしかないな。そうだな。一体何をしたの？ただ手を動かしたようにしか見えなかったけど。今のがターゲットか。また市民が。くそ！早く何とかしないと。Ah!
は後回し、市民を守るのが最優先だ。まずいな、他にも逃げた人がいるって。仕方ない、俺はこの人たちを安全な場所に誘導するから、あんたはそこの路地裏に逃げた人の確認を頼む。後で必ず追いかけるから。聞こえる？あなたの現在近辺で強い反応を感知したわ。周囲に注意して。